東北中学校水泳競技大会とは毎年東北地方で中学生が出場する水泳競技大会8月の全国中学校水泳競技大会の少し前に大抵行われている全国中学のミニ大会みたいな大会である略称は東北中学1968年に第1回東北中学校水泳競技大会が開催されている 2014年の大会出場標準記録は2013年の大会出場標準記録よりもタイムが上がる。いわば出場するのが難しくなる。東北6県の各県大会で4位以内に入賞、もしくは東北大会標準記録を突破すれば参加が可能である。 50m 自由型女子26.73男子 24.4400m 自由型女子58.07男子 53.36200m 自由型女子24.84男子 155.83400m 自由型女子419.53男子 45.16800m 自由型女子 97.25500m 自由型男子16 2 0 6 7 0 0ルバタフライ女子。1、1.32男子5 6 3 7 2 0 0ルバタフライ女子。2、15.47男子2、4 4 2メ0トル背泳ぎ女子。1、2.60男子5 9 2 0 2 0 0ル背泳ぎ女子。2、15.37男子2、7 4 6 0 0ル平泳ぎ女子。1、11.58男子1、 4.69200m 平泳ぎ女子に。2、31.39男子点 17.94200m 個人メドレー女子に。2、19.44男子七 8.78400m 個人メドレー女子に。5、1.96男子4、34.10400m リレー女子4、4.04男子3、46.28400m メドレーリレー女子。四 30.34十4、12.53四45回、東北中学校水泳競技大会。ありがとうございます。